はい皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山木さんソんです。で今日ですけども、天チムのですね返金が本当に終わっているのかどうかって、ですね、まあ、その話をちょっとあのしていきたいと思いますで。まず今日の裁判ですけど、あの例の破産者マップ事件ですね、令和3年は20505という事件ですね、2時43分の事件ですが、まあ、原告2人で2人とも閲覧制限ですね、で被告も1人と。 なんですけどもこちらも閲覧制限と、まあ、いうことですね。で今回、被告が反論してきたので、まあ、それに対して原告がまあ反論すると,ということです。で1か月ぐらい反論にかかるということで、次回4月22日の10時と、えー、705法定と、まあ、いうことになっております。まあ、これ、閲覧制限かってで、ね、まあ、まだ閲覧してないんですけども、まあ、どうなるかというのは注目されるところですよね。でとりあえずその 2人の発案者の方が、まあ、その訴えているわけだけども、まあ、この人たちの住所が出てたのかどうかですね、それについて証拠を出しなさいと、まあ、いうようなことをあの原告は言われておりましたね。ちなみに有山さんの事件で、あの住所をです、ね、あの出しちゃったっていうので、22万取られてますんで、まあ、そうすると44万ぐらいなのかなという気は、まあ、しちゃいますけどね。まあ、どうなるかというところですね。 まあいずれにしても今後楽しみな事件かなとは思っております。他はまあ、そんなに、あのまあ、皆さんが好きそうな事件はなかったかなという気がしますね。はい、で、そのテンチムのその例のモテフィットの返金の話なんだけど、えっ今、こんな話になっています、えっと。そもそもモテフィットってあの販売ルート2つあって、1つが、 ユイクっていう会社が、まあ、ここはあのモテフィットの,、まああの販売などをしてた会社なんだけど、これが直接消費者に売ったやつと、それから問屋を通して、例えばあのドン・キホーテとか、あとユニーとか、そういうところで売っていた分とかあるらしいんですね。で去年の6月ぐらいに、テンチムがその返金が終わりましたと。 まあいうようなことを言ってたんですけれども、まあ、実を言うと、この返金をめぐっては、2件の裁判がいまだにです、ね、泥沼のように続いていると、まあ、いうことをですね。で、まずその一つはです、ね、その消費者に売った分に関して、このユイクがあの返品を受け付けるとで、消費者に返金すると、まあ、そういうことになってたわけですね。ところが、テンチムが2億2000万払ったところ、さらに6000万はよこせと。 まあいう,ふうに言われましたとで本当にそんなに必要なのかと、あの何使ったんだと、まあ、言っても、詳細を示さないということで、だったらそんな返金に使ってねえだろうと、まあ、いうことで、6000万円払えというふうに天智ムが唯一訴えていてで、この裁判ね、返金終わったっつってるのに、まだ続いてるんですよ。まだ全然続いてるんですね。っていう状況でございます。 でもう一件、実は裁判があるのが分かりまして、それは何かっていうと、先ほど言った、そのトン屋からドン・キホーテに卸ろして売ってた、あのそのルートですね、で結局、その、法凶詐欺っていうんですかね、その、ンチブが法凶してたのが分かって、モテフィット、まあ、もうちょっとこれ、売れねえだろうっていうことになったわけですね。で、このディグプライニングっていう、まあ、トン屋さんが、まあ、その、モテフィットを、まあ、シーレなんだけども、それで1万6千枚かな あの返品をしたということで、まあ、その代金の2500万かなんかを払えと、まあいうふうに言ったんだけれども、ユイクの方は、いや、それはテンチムのお金で、えー、あなたに返金するんですよと。ところがテンチムからは、私どもはお金をもらってませんと。だから、これ、条件が満たされてないので返せませんと。どうしても返してほしかったらテンチムに言ってくださいと。 そういうことをです、ね、今、ユイクがディグプライニングのほうに言ってるんですね。なんで、少なくともこの問屋を通して分に関しては、返金してほしい人がまだ金を受け取ってない状況ではあるわけなんですよね。ということです。で、今日はこのユイクとディグプライニングの、プライニングのですね、まあ、ちょっと事件の訴状をちょっと見ていきたいと思います。こちらですね、令和3年和の18292という事件ですね。原告ディグプライニング、これ、問屋さんです。 でまあ、代理人がえっと三好総合の鶴崎先生で、栄養育のほうがです、ね、中村法事務所の中村先生、白石先生といったあたりが担当しております。で去年の7月13日に提出をして、えっと、次回4月6日ウェブ会議ということですね。で請求の趣旨が2563万円お支払いということですねで。理由は今言ったように、モテピットですね、包卿ブラ。 これを返品した、1万6000枚ぐらい返品したので、その仕入れ代金の2500万を返せということですね。ということです。で、モテフィットをです、ね、販売していたとで。ドン・キホーテとかユニーなどに原告は納入していたということなんですね。で、これなんで売れてたかって。っ 売ってたかというと、テンチームが自分はもともと A カップだったのを、自分の努力で D カップ、E カップと大きくしていった、ね、努力で胸が、ね、大きくなることが分かったなんて言ってて、今そんなこと言って、モティフィットを売ったわけですね。ところが、実は自分の努力でバストアップしたんじゃなくて、法を私率でバストアップしたことが判明したと,というわけですね。で、9月2日、令和2年9月2日には、自らですね、あの 正式に法凶手術したことを認めて、モテフィットの購入者に対して献金すると、そういうふうに宣言をしたというわけですね。ということですね。でそういった経緯で、令和2年12月18日に、モテフィット1万6293枚を原告はその、 被告ですね、あの天智クに対して返品をしたというわけです。それで、生算金として2563万円を3月3年令和3年2月26日までに払うという約束だったのに、1円も返してもらってないということなんですね。で、これに対する被告の反論がですね、まあ、結局、天智夢が金払わねえからいけねえんだと、まあ、いうふうに言ってるわけです。えどういうことかというとあの、こちらですね。えー 被告です被告,、ね、被告の唯一、えー、の代表者は、原告も返金対象者に該当すると考えて、その本件返,返金原資から返金することを前提に、本件返品および返金の交渉を行っていたということですね。つまり、でその原告に返すというのは、これは天地無からお金をもらうことが条件なんだってわけですね。 本件返品および返金契約は、祖外・天智ムの返金原資の中から返金をするという条件がついていたんだとこういうわけなんですね。ところがまあさっき言ったように、天チムとユイクはもう裁判になってて、まだ続いているわけですよ。要するに、どっちが払うって、僕、泥沼なように裁判が続いているわけなんですね。で途中からだ、元で訴えるぐらいだから、途中からも支払いやめているわけですよ。 えというわけで、そのテンチムが、えー、本金返金,返金資金を止めたと。で、資金が枯渇してしまって、残金ゼロになったんだということですね。というわけで、その確かにその、何ユイクはその原告ですね、リグプライニングに対して、モテフィットの仕入れ代金2500万払うと言ったけれども、それはテンチムがお金を払うことが前提の話で。 店ムがお金払ってくれてないので、あのそれはできませんとっていうことなんですね。まあ、法律的に言うと条件、条件が満たされてないということになります。それでまあ結局、最終的に何が言いたいかというと、損害の店舗をされたいのであれば、損害テン店ムに対して請求すべきであり、本件請求は的外れであると。<laughs> 俺じゃなくて店ムに言えと。 <laughs> こういうことを言って、ですねこのディグプライニングとユイクが争っているわけなんですね、はいで。そうなってくると、その本当に返金終わったのかっていうところですよね、まあ、ちょっとあの疑問になってしまうなというところはあるんですよね。というわけで、いまだにです、ね、その資金の負担をめぐって、テンチームとユイクを争っているし、からユイクとです、ね、ディグプライニングも争っていると。 あのゆうくがで唯一、ね、天智夢からもらってくれと、<laughs> そういうことを言ってる、ね、泥沼の裁判がどんどん続いているということなんで、本当に返金というのは終わったんでしょうかっていうところは、ですねちょっとまあ考えてみたいところではあるんですね。もう僕、こなしよくあの詳しくは知らないので、あれなんですけども、一応、こういった資金負担をめぐってあの、裁判は続いているし、それから実際に金払ってもらってないと。 まあ言ってるですデ、ね、ィグプライニングという会社があるわけですので、まあ、それで献金が終わったっていうのはちょっと違うのかなというふはは質問コーナーですね、ソンちゃん、不動産鑑定事業も創業しないんですか、しません、き、はいえー、今日は3.11東日本大震災があった日です、そうそう、だから裁判所もね、2時47分に1分間の黙祷とかしてましたよ。 ということですね、で防災は何かしてるかえっとね、優体でもらったお水があるんで、それはストックしてあります。あと、優体でもらった、あの、乾パンじゃねえやあの、パンの缶詰、あれを非常食としてあの、備蓄しておりますね、それくらいかな、うんえ、原油価格は急落したと聞いたんですが、これでガソリン料金下がるんでしょうか、下がらないでしょうね、急落したと言っても下が高いですからね。うん あの前にも言ったんですけど、その金融緩和してるってことは、ガソリンの代金がどんどん上がっていくってことなので、まあ、もちろん戦争も一つの要因ですけど、あの金余りであれば当然そういったもののインフレにはなるわけなので、あのガソリンの段はまあ上がっていくと思いますよ。あの下がったとしても一時的なものだとは思います。ちょっと最近その まあ、ロシアが攻め込んだということで、投機的な動きで急激に上がりすぎてたんで、まあ一旦下がったというだけで、まあ、上昇基調は変わらないのかなという感じですね。えネット疑問中傷抑止、厳罰化というネットニュースを見たんですが、サンソナはこの件に関してどう思われてますかえっと、だからね、うん、全然順番が違うのかなって感じです。あの今でも名誉毀損に関しては、懲役まである厳罰なんですよね。ところが、じゃあ、名誉毀損されましたと。 言って警察行っても警察って何もしててもも警警察察何しくれないんですよ普通はあの警察にコネがあるとか、からよっぽど、ね、あの花さんみたいにその誹謗中傷された方が亡くなったとか、まあ、そういうのがない限り動かないんだよね、基本的に。で、そういう状況で、いや、侮辱も厳罰化ですと言って、ことになると、じゃあ、そのものすごい、ね、あの名誉毀損されたのに何も、警察が何もしてくれないっていう人と、 ほんのちょっとあのバカだって言っただけで、逮捕されて刑,あの刑務所にぶち込まれる人とか出てくるっていう話になって、なんかそれってもう、なんていうんですかね、恐怖政治みたいなもんじゃないかっていうことですよね。なんで、うん、侮辱に当たる言葉で言ったから、それで刑務所行ってくださいっていうのは、僕は反対ですね。 それだったらちゃんと、まず名誉起訴をちゃんとあの逮捕してくださいよって話ですよ。っていうところですね。テケテケないつものは先生の胃袋元気パラメーターとして登場すると嬉しくないです。いつも丁寧で分かりやすい話がありがとうございますあ。どうもありがとうございます。あそこ、だから電源がないんでね、あの今日みたいにパソコンあのでこう閲覧したいときってなかなか行きづらいんですよね。 で今日は、だからテキテキで食べた後、あの近くの喫茶店でずっとコーヒーを飲みながらあの充電をしておりましたえ。ロシアですが大統領制を廃止するたとどういう枠組みになりますか日本の天皇陛下のような君主制に移行するす。それはないでしょう。あの、まあ大統領はそのまま、大統領制度はそのままなんじゃないですかね。ただ運用として、まあ、今みたいに、その、なんかプーチンにあの投票しないとなんか良くないことが起きるとかですね。 まあそういうのがどうなのかなっていうところですよね。GHQ 連合国最高司令官総司令部のような枠組みでウクライナ侵攻後のロシアを統治すると思いますかどうなんですかね、そもそも統治できるんですかね、だから占領できるんですかね、まだだってキエフすら落ちてない状態じゃないですか、なんで、そもそも勝てるのかどうかっていうことすらわからないですよ。 北方領土の思考担当でうどん産菓子としてはどのくらいでしょうかこれはだからその、ね、鑑定評価の条件をどうするかとかの問題じゃないですかね。結局。なんで、このような抽象的な質問にはお答えできません。確か言いようがない、それ。まあ、その水産資源の問題とか、まあそういうのも含めるのかどうかとか、まあいろいろその、考え方によって変わってくるところなので、 ン、ね、ンソンちゃんこんばんこばは社会的に信用がない人が賃貸物件契約が答えることがありまです。私の持論ですが、2年とか4年とかの契約で不動産契約する場合には前払いし,してしまえばよくないですかいや、そりゃそうなんだよ。ただ、その途中で退去したくなったときにどうするかという問題は残ります。ロシア大統領府ですが、ロシア経済破綻、国際債務不履行、ローブルと。 諸外国通貨、交換不能になれば、不動産価値は低下しますかそれはするでしょうね。まあ、どっちだてで評価あのルーブルだてで評価するか、ドルだてで評価するかっていう問題もあるけれども、まあ、いずれにしても経済が低迷すれば、当然、不動産もその影響を受けますよね。サハリン1、2といったガス、えー、原油採掘権ですが、採掘権についても不動産鑑定士の業務として鑑定することは可能ですか、まあ、鑑定士として評価することは可能でしょうね。DCFO とかやるんで。 ただこの採掘権の評価って、あの、サハリンの採掘権ってめちゃくちゃ難しくて、カントリーリスクが思いっきりあるじゃないですか。あれ実際さ、日本が権益全部、あの、ほとんど持ってたのが、なんか環境保護がどうのこうのとかわけわかんない理由で、あの、半分ぐらいですね、こう、強制収容みたいな感じで、こう、ロシアに持って帰ったんですよね。なんで、そういう本当もうむちゃくちゃな、あの、カントリーリスクがあるんですよ。 それ考えると、もうどう評価していいのかっていうのはわけわかんないですよね、えー。ロシア軍に占領されているウクライナチェルブチェルノブイリ原発ですか、不動産官というかどうなるんですか。これもなんかどう評価するかによってですよね。まあだから放射能によって汚染されているということで、まあ、住宅地としての価値が事実上ないじゃないですか。だから価値を、ただじゃあマイナスになるかというと多分そうはならなくて、 その原発の敷地としてなら使えるわけで、っていうことになりますよね。で、そもそもあそこが取引の対象になるのかどうかとかですね。あの、まあそういう問題が出てくるじゃないですか。なんで、うん、まあ結局なんか、帳簿科学の参考に原価として評価するとか、そんな話になるような気がしますけど で用途としてはもう本当に原発とか、そういう放射能関係の施設以外なんかないような気がしますけど、どうなんでしょうロシア全土を不動産鑑定する意味はありますか、まあ、ないと思います。はい。っていうところですね。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方お願いします。と思います。皆さん。